気になるのは全国で確認が相次いでいる変異型ウイルスの存在です専門家は県内の感染拡大に変異型ウイルスが影響した可能性は低いと見ていて冷静な対応を呼びかけています変異ウイルスはイギリス、南アフリカ、ブラジルなどでそれぞれ報告されていて国内では去年の年末から確認が相次ぎ一昨日の時点で26の都道府県で確認されています 厚生労働省によりますと県内ではまだ確認されていません速報値では3月1日からの1週間で県内の感染者167人のうち31人から取ったサンプルで変異ウイルスの検査をしたということです今県内で起きている感染拡大はこの変異ウイルスによる可能性はあるのでしょうか東北大の大阪教授は次のように話します 全国の平均が陽性者のです、ね、5から10%を調べるということになっているんですが、宮城はそれよりもかなり多くあの調べているようなんですね、えー。にもかかわらず、今のところまだ出てないということはあの、今起きているクラスターの中で変異株によるものっていうのは、あ,のあんまりないんだろうと変異ウイルスは感染力や重症化率がより高くなることが指摘されてていいます尾坂教授はこの点について冷静な受けけ止めを呼びかけています。 変異株は場合によってはそれよりも少し感染率が高い、重症化率もちょっと高いということになりますが、10倍になるとかですね、あのもう100倍あの致死率高いとか、そういうわけではないので、そこ自体は対策としてはそれほど変わりませんので、まあ、心配すぎる必要はないんだろうと思います。ウイルスは逆に言うとどんどん変わっていくのが、まあ、ある意味当たり前だと思わなきゃいけないわけですよね。